タイ国立科学博物館、タイ語、英語、ナショナルサイエンスミュージアムオブタイランド英略称、NSM は、タイ王国の国立の科学博物館、2000年に開館。タイ王国内閣科学技術省監督下の、国営事業である、タイ国立科学博物館機構、タイ語、タイ語略称、英語、タイナショナルサイエンスミュージアムによって運営されている。 タイ国立科学博物館は、太陽国の科学教育のセンターとして社会に、科学技術、研究開発、生物多様性など科学に関する知識を普及する、ことを目的とする。2000年、シリキット王妃の60歳の誕生日を記念して、開館。典型的な科学展示のほかに、製刀、彫刻、ザル編、夜勤などのタイの伝統技術について、 展示やタイの自然環境とタイの人々との関係についての展示がある。パトゥムターニー県クローンルワン軍タムボンクローンハー、テクノターニー国立科学博物館の本館は、注目を引く、幾何学的なデザインをしており、この建築は、タイの科学技術の進歩を表彰していると言える。建物は3つの各辺20メートルの立方体が、相互に支え合って構成されている。 鉄筋コンクリート製の6階建てで、展示スペースは1万8000平方メートル。建物の外壁は堅固性が高く、メンテナンスフリーなセラミックスチール材を使用している。また、火災予防基準を遵守し、内部には火災放置器、スプリンクラーなどの設備を整えている。国立科学博物館の事業、研究の運営は、大国立博物館機構によって行われている。 この機構は1995年に設置。事務所はパトゥム・タニー県の科学技術省庁舎内にある。さらに機構は以下の3つの科学博物館を管理している。ありがとうございます。